はい、私からは気候変動適応情報プラットフォーム A プラットについてご紹介します。1番目に A プラットウェブサイトの概要について、2番目に A プラットウェブサイトの中にある事業者の適用というページについて、そして3番目に A プラットで提供している気候変動の観測予測ツールについてご紹介します。まず A プラットについて紹介させていただきます。 A プラットでは気候変動適用に関する科学的知見関連情報などを一元的に発信しています。 A プラットのウェブサイトはこのような見た目になっていまして、対象者ごとにページが分かれています。本日は皆様に関係の深い事業者の適用ページについて紹介させていただきます。事業者の適用ページはこのような見た目になっています。ここでは事業者の適用に関する情報をまとめて掲載しています。事業者が適用の取り組みを進める上で参考となる資料や取り組み事例、またイベント情報などを掲載しています。資料は随時アップしていまして、適用について理解を深めたり適用の取り組みを検討したりする際の情報収集にご活用いただければと思います。取り組み紹介のページはこのような見た目になっていまして、これらは実際に適用の取り組みを進めている事業者さんの実際の取り組みを紹介しています。気候リスク管理の事例、適用ビジネスの事例、 TCFD に関する取り組み事例など現在のところ80件ほどの記事を掲載していまして、随時更新しておりますので、今後も記事数が増えていく見込みです。こちら海洋建設さんの適用ビジネスの事例になります。海洋建設様は気候変動がキジハタに与える影響を逆手に取った事業を実施されています。海洋建設様のように気候変動をビジネスチャンスとして捉えて適用の取り組みを行っている事業、適用ビジネスの事例もたくさん掲載していますので、ぜひご活用いただければと思います。また A プラットの一環でシンポジウムも開催しております。これまでに3回のシンポジウムを環境省と共催で開催しました。前回は昨年の10月にオンラインで開催しまして、気候変動適用や国国立環境研究所の取り組みについてご紹介しましたほか、実際に取り組みを行っている企業さんにご登壇いただきまして、適用の取り組みについてお話をいただきました。このようにイベント情報も A プラットで随時ご案内していますので、ご覧いただければと思います。次に A プラットにある気候変動の観測予測ツールについてご紹介いたします。過去から現在に至る気象変化の傾向を把握できるように都道府県ごとに気象観測データを提供しています。こちら右側にある図は神奈川県さんの例になりますが、このように平均気温や降水量の指標ごとに過去から現在に至る気象変化の傾向を確認できるツールとなっています。これらのデータは気象庁の協力を得てグラフを整備して掲載しています。こちらはもう少し踏み込みまして、将来予測データを閲覧できるになっています。先ほどのは実際に起きた過去から現在に至る気象変化だったのに対して、こちらは将来予測データになっています。指標としまして年平均気温、米収量、ブナの生育域など複数の指標ごとに将来予測情報を閲覧することができるようになっています。これらのデータを確認することによって将来どのような変化が起こり得るかを確認することができますので、皆様が事業活動を検討される上でぜひともご参考にしていただければと思います。こちらが将来予測データの各指標になっておりまして、気候や農業、自然生態系に関するもの、自然災害、健康に関するものなどの指標がございます。はい、以上 A プラットウェブサイトについて簡単に紹介させていただきました。A プラットにはまだまだたくさんのコンテンツがありますので、ぜひともご活用いただければと思います。